プリーモレービプリーモレービはイタリアの科学者、作家、アウシュビッツ強制収容所からの生還者であり、この体験を記した、これが人間化で世界的に知られる。トリノのユダヤ人家庭に生まれる。1937年からトリノ大学で科学を学ぶ。第二次世界大戦中、ナチスによるトリノ占領に対してレジスタンス活動を行う。 1943年12月スイスとの国境沿いの山中で捕らえられ、そのまま強制収容所に送られる。1945年1月アウシュビッツ解放強制収容所より生還。戦後は科学者、技師として働きながら、1947年のこれが人間化以降、急戦、灰色の領域という概念について論じた溺れるものと救われるものなどで、 アウシュビッツの体験をテーマとして描く一方、いくつかの幻想小説も発表。1979年、星型レンチでストレーガ賞を受賞。名実ともにイタリア文学を代表する作家となる。イスラエルのパレスチナ占領政策に反対を表明し、物議を醸したことがある。また、ナチスによる絶滅収容所政策をホロコーストと呼称することに反対した。 1987年、自宅アパートの階段から転落して死亡。母姫には、名前と生没年の他に、アウシュビッツでの彼の囚人番号、174,517 17が刻まれている。翻訳されていない作品の日本語題名は下記によると、ありがとうございます。